まったく深い森ね。気を抜くと魂が吸い込まれそう。ああ、なんかこう感じるものがあるな。団長の言ってたこと本当なのかもね。半信半疑だったけど。この森の奥に住むという魔女を倒せか。何にせよそれが団長から下された俺たちの使命だ。そして俺たちはその使命を果たさなければならない。そうね、全ては大義のため。そうだ、大義のためだ。こんなところに城が。ここじゃないの？私たちのお目当てがいるのは。行くか。暗い森の中、二人の戦士がさまよっていた。彼らは草むした古城を見つけると、おずおずと中へと入っていった。そこが彼らの目的地だった。彼らは彼らの使命を果たすためにこの城へと来ていた。だが彼らの使命はこれから始まる運命の前では単なる序幕に過ぎなかった。気配を感じる。誰かいるわね。魔女か。正確には違いますけど。誰だ。あなた方の標的です。魔女自らお出迎えなんて、随分と丁重なおもてなしね。もうひっそり背後からってのもつまらないでしょ。こちらもそれなりに盛り上がっていきたいわけよ。もう一人。ちょっと、リリアもいるんだからね。三人の魔女か。よし、大義のため撃たせてもらう。大義？大義なんてもんがあるんだ。もう前置きはいいからいいから、始めましょうよ。三対二か。少々分が悪いか。いえ、2対1です。さあ、姫様。また出てきたか。このお方こそあなた方が言うところの魔女です。私たちはそのしもべでしかありません。そばに付き従う影のようなもの。つまりあんたらは手を出さないと。ええ、直接には。んじゃ行こうか、姫様。宴はここからだ。キュフThank you.
をやればボーナスが出るのね。やってやるわ。Huh.